どうも、絶賛肝臓を奪われた妻の撮影中でございます。皆さんいかがでしたでしょうか。復習が始まりましたが結構和気あいあいとスピーディーな撮影で進んでるので、そのなんか裏側やったりとかメイクだったりとかお届けしたいなと思って動画を撮りますので、これ見てあ面白そうと思ったらぜひドラマも配信とかもしてるので見てください。それではどうぞ。肝臓を奪われた妻、今夜スタートらしいです。見てね。知ってちょっとふざけてたかなと思いながらこれはこれでゆっくりしてる角度で撮ってもらわないけど、じゃあ私こっから撮っていきますね。見てね。見てね。TVerでお気に入り登録して見てください。おー、できたやっぱ。できたよ。ピンクのやつやん。かわいい顔にして、せーの、ギャオーン。ギャオーン。え、YouTube ですか。え、もうお世話になってます。いいんですか。え、いや俺なんでもいいよ。なんでもいいよ。大丈夫だよ。朝ドラでご一緒して鮭の人だ。厳しいな。じゃあ結構な頻度で年間思い出すね。そっか鮭弁当結構出てくるから。そうか、うん、鮭見るためにも。あ、食べれてるかな鮭。あ、ごめんなさい、動画撮っちゃった。今日はひろこさんで YouTube。 え、意外。何見てそう？ネットフリックス。うん、なんかあれ。変なロケでしょ。え、違う。深海魚とか見てそう。深海魚。どんな意味？ええー。シャークアタック。誰だ？俺の声じゃん。俺の声。いやいや、俺は誰だと思ったら。今日何食べたんですか？って朝ごはん、はい、ゆで卵です。僕卵かけご飯、卵2個入りです。贅沢。はい、豪華やな。ん、豪華やな。はい、フィーチキンも入れてやりましたよ。あ、豪華やな。え、醤油とかかけて、かけて、あと韓国海苔まぶして。豪華や、めっちゃ。なんか知らないけど韓国海苔が家にあったんで。なんか知らないけどね。そうなんですよ。うん、あ？噛み合ってないな、あんまりまだ。で、空気が。はい、全然わかんない。え、私今日早いんじゃないですか？早いよ。突然。早いですよ。知らなかった。明日のせ、明日セリフあるからね、いっぱい。花屋で撮ってる。ね、いろんな人が。そうです。ビスコイって美味しいですよね。うん。私あれも好きなんです、あの黄色い、うん、バターの。うん、美味しい、ね、あれめっちゃ美味しい、うん、はい、ありがとうございます。これがステゴサウルス。どうぞどうぞ。ありがとうございます。
がおすすめですか？そうですね、これはまず花言葉とか大事にされる方ですか？はい。あ、じゃあダリアって言葉いいと思います。あの好きな方とかに送っていただいたら、一応花言葉が復習になっておりますので、ぜひ好きな方に渡していただけるといいかなと思います。失礼します。なんだこれ。文章だけだと思います。この下を結局、あ、すごい。もう一回やらせてください。もう一回すいません。完成版出た。はい、オッケー。オッケー。いいとこ違いです。じゃあ、あのリゾートバイトの時も。一緒に行きました。楽しかったよね。楽しかった。撮影のホラー映画の撮影の感想が楽しかったね。楽しかった。今日は、回想シーン、5年前病院のシーンでございます。ニュールックですよね。そうです、ここニュールックです。これは来たか。これ来てないです。そう、これ前と後ろ柄違うんです。可愛いんです。いつも結構ここでお写真を。あ、すごく。あれ、今薬指についてるのは、あ、結婚指輪。結婚指輪つけさせてもらって。これね、難しいんだよね。どこでさ、そうなんです、外して回想シーンと現在をこう交互に撮ってるから。いつもみんなでここつけますか、これ。いいよね。婚約指輪どっちとか言って、今日も朝からね、確認してました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ランチタイムです。ランチタイムです。いただきます。いただきます。私のご飯はガパオライスと、今日、あ、私のご飯は、ちょっと待って、ガパオライスと、あ、すいません、カラビチキン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 。で、私のご飯は全く一緒です。え、同じのと違う、はい、え、違う、僕もカラビチキンって書いてました。2つ、じゃあ2つあるんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、仲良しだ。全員一緒の撮ってる。いただきます。いただきます。ただ何から食べよう。うん、おいしい。どうですか、2日目やってみて。むずいっすね、結構。え、関西人何が多い気がする。今関西弁でしたよね。うまかったですか。うん、めちゃくちゃなって名曲だった。やってみようかなみたいな。あ、計算してやってみたんですか。はい、ちょっとどんな反応するかなと思って。あ、本当に。はい、いや、本当にリアルでちょっと最近勝手に関西弁練習してみて。え、じゃあ関西弁で喋ってみますか。たまに癖なんでちょっと恥ずかしいです。出る時と出ない時が出る時と出ない時が、あ、難しい。あ、でも出る時はめっちゃ合ってます。うん、めちゃくちゃ合ってる。はい、合いました。うん、美味しくない。うん、お酒に合いますよね、きっと。あ、温めても美味しそう。お菓子だらけ、あれお菓子。あ、これ、千尋さんがくれた。まだ、ほんの一部ですね。あ、呼ばれちゃいました。しまっときます。恥ずかしい、恥ずかしい。この現場、弁当美味しいんだよね。美味しいですね。さーん、あ、めちゃくちゃ美味しそう。あ、こっちに。美味しそう。テンション上がる、これ。さあ、はい、いただきます。何派ですか。はい、あー、心。うわ、なんか卵が引かれてる。うん、本当にご飯美味しいよね、毎回。こうしたらさ、めっちゃ大盛りに見えるんじゃない。うん、大食いの人とかめっちゃ前に出してる。はい、うん、で、あんたはシミュレーション。で、あれはじゃあ、あんまりって
いつかのために来るかな、大食いの来ないかな、食べなさそうイメージ。私ですか、うん、でもめっちゃ食べますよね。めっちゃ食べてる。現場で子役のゆいとくんと仲良くなりました。だいぶいけてるでしょ。ちょっとこの機会がだいぶいけてると思う。ゆいちゃんのことどう思うって聞いて予想していい？そう、好きだと思う。実証したい。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。監督に1話見た後に言われたのが、うん、目が本当に大きいってらしいです。1話何が印象的でした？あの私やっぱ冒頭かな。最初だってもういかがりっかいかがりっかいかがりっかみたいな断り。確かにじゃないですか、うん、なんかセリフとかないし表情だけで、うん、なんか面白い撮影でしたよ。やったことないことすぎて、うん、ちょっと不安あったんですよ1話特に。けど一人スタイリストさんがめちゃくちゃいい人で、ハイカットもらったらこれ知らなかった。こうやって歩いてきてくれて、今のめちゃくちゃ良かったとか美しかったですとかすごい言ってくれて、パワーもらってるっていうか、あ、頑張りそうとかも感じてるから、皆さん SNS にじゃあお願いします。いいコメントをイケてるよってえ、そんなことあるみたいな。ファンタジーまでいかないけどエンターテインメントとして見れる部分も多い作品だから、なんかそういうのを楽しんでもらえたらなって思います。なんかこういうのってないよねとかじゃなくて、やば中村家みたいな、それを見てるゆうかもやべえやこっちの動画もおすすめです。よかったら見てね。